新たな経営陣で再出発を図る沼津市の水族館、粟島マリンパーク。閉園から2ヶ月余り経ち、地元住民らを迎えた内覧会が行われました。老朽化などを理由に2月、40年の歴史に幕を下ろした粟島マリンパーク。今日、閉園以来初めて一般の人を招き入れました。新たな経営陣が再開を目指す上で、地元住民やファンに現状を知ってもらうため、内覧会を開いたのです。閉園から2ヶ月余り経ちましたが、水槽内とても綺麗で、魚も悠々と泳いでいます。飼育員が再開を信じて手入れをしていたことがよくわかります。閉園前、40人以上いたスタッフは11人にまで減りましたが、ボランティアの手も借りながら生き物の世話を続けているといいます。その甲斐あってか、ペンギンはリラックス。アザラシは久々のお客さんに愛嬌を振りまいていました。また先月新たに社長に就いた今村邦人さんが、再開に向けたプロセスや課題などを来場者に説明しました。これはもう信じていただくしかないんですけど、粟島マリンパークを水族館として守る、で、普通に戻す、地域の人たちが普通に来たいって思ってる、あ、今日もやってるねみたいな感じになってるのを目指します。景色も良くて、ちょっともっと早く来ていけばよかった、後悔しました。家からと3時間ちょっとかかっちゃうんですけど、まあ、年に数回はちょっと来たいなと思います。大きな水族館にはない魅力ですかね。あとはまだ神社があったり、周りもすごい景色がいいところなので、何回も来させてもらってるっていうところですね。ファンとしてはどういった形でも構わないので、早く再開していただきたいなっていうところが正直なところです。粟島マリンパークは今後も内覧会を行い、7月の再開を目指しています。